くお願いします。お願いします。よろしくお願いします。今日はですね、はい、ネイバーズというですね、はい、映画なんですけど、ネイバーズだから隣人たち、お隣さんたちっていうタイトルの映画です。うん、はい。これね、アメリカでこの間、先週の金曜日に起こった、無差別銃撃事件の原因だとか言われちゃってる映画なんですよ。はい。はい。で、まあ、なんていうか、先週、ほら、AKB の女の子は、ノコギリで襲われた事件がありましたけど、はいはい、誰でもよかったみたいな、それで、まあ、はい、まあ、やった人が結構悲惨な、なんていうか、青春を送ってたみたいですけど、うん、アメリカでもそれとほとんど同じ、1日前か2日前なんですよ、起こったのが。だからすごいね、近いんでびっくりしましたけど、はい、カリフォルニア の、 サンタバーバラっていう、まあ、大学がある町でですね、車を飛ばしながら、まあ、学生が集まってるところに突っ込んでって銃を、まあ、乱射してですね、一人の男が、まあ、22歳か3歳の男の子なんですけども、で13人怪我させて6人殺してですね、で警官と、まあ、打ち合いになって、車の中で自殺したんですけどもね、うん、でその彼犯人はエリオット・ロジャーっていう、まあ、22歳の、まあ、その地元のですね、まあ、コミュニティカレッジっていう誰でも入れる短大があってそこの学生だったんですけども、うん、で殺された子はみんなそこの結構いい学校の、UC サンタバーバラの学生たちなんですよ、うん、でやった理由に関してですね、もう要するにはっきりと声明文が残ってるんですね、はい、今僕は22歳だけども童貞であると、うん、でキスすらしたことがないと、うん、でもう自分たちを 自分を拒絶してきた女を憎んでると、うん、だから罰してやると処罰してやるって言ってるんですよ。勝手なこと、ちょっとあまりの理由に言葉がなくなりますね。でも声明文が140ページ近い声明文が残ってて、それが、まあ、読めるんですけどネットで、読むともうむちゃくちゃ書いてあって、その要するに自分が持てないのは金がないからだと、でも彼 BMW で突っ込んでるんですよ。なんか いいとこの子なんですよね。結構いいとこの子なんですよ。ハンガーゲームっていう大ヒットした映画の助監督がお父さんなんですよね、はい、で BMW 乗っててそのサングラスかけてるサングラスがまたアルマーニだったりするんですよ、でそれを自慢してたりするんですけど、でもお金が足りないと、でなんか離婚してお母さんに引き取られてるんですけど、その自分が持てないのはお金がないからだと、 BMW 乗ってるくせにね、でうちのお袋は金持ちと再婚しなかったと、なんて自分勝手なんだって言ってるんですよ。いや、自分棚にあげてどっちが自分勝手やねんっていう、ね、本当ですね。でただね、彼写真見るとそんなにそのブサイクじゃないんですよね。見ると手元になりますけどね、全然悪くないんですよ、だからなんかやっぱりこじらせたんですね、顔見た目とあんま関係ないんだけど分かんなくなっちゃったんだと思うんですけどね。いやでもそのね、動機の言っている内容がですよ、性根が悪すぎるな。そうなのよ、すごいでしょ。それがモテない理由なんですけどね、ただね、まあ、声明文読むといろいろ悲しいとこもあって、そのいじめられたらしいんですよ、体がちっちゃくて、なるほど、15歳の時に、はい、で自分をいじめてたそのなんていうか、まあ、スポーツマンみたいな、要するに喧嘩が強くて体のいいやつがモテてると、で女の子たちはその彼がいじめをしてるのに全然平気でその男の子たちと付き合ってると。あ、なるほど、それを見てそのあ女ってのはこういうもんだって言って、それから女を憎むようになったって書いてるんですよ。それはね、女の子も悪いですけどね、まあ、そういうことないですけど、同情する余地があるのかもしれないけど、はい、これでもやった犯行内容がね、でかすぎるからね。犯行内容はデタラメで、しかもその一番最初に3人の、中国系の学生を殺してるんですけども、その子たちは真面目なオタクのコンピューター学生で彼女とかいないタイプなんですよ。であんまり見た目も良くなくて、したら そういう人たちを憎んでるんですね。また憎んでるんじゃなくて軽蔑してるんですよ、この犯人は。こんなブッサイクでモテないキモメンたちと一緒のにされるのは嫌だって、こいつらから殺すって書いて言ってるんですよ。めちゃくちゃ尻滅裂ですね。そいつらと友達になればいいのにね、
それもできないんですよ、うん、そういうやつはオタクは嫌いなんですね。なるほど。彼はオタクは嫌いだって言ってるんですよ、うん、はあ、勝手な。だからどんどん個人なんていうかもう孤独になっちゃいますよね、うん、共闘できないから、うん、だからまあすごく悲惨だったんですけど、ただこの事件に関してワシントンポストっていう、まあ、あのニューヨークタイムズと並ぶそのアメリカの有力紙で、コラムを書いているアン・ホーナディっていう女性がですね、うん、あのこの要するにこの殺人事件は無差別殺人はこのネイバーズのような映画のせいであるって書いたんですよ。このひどい殺人事件がそう映画のせいで その映画のせいであるって書いてるんですね、はい、でえっと思うんですけど、はい、でそのネイバーズって映画どういう映画かっていうとですね、うん、主人公はサラリーマンですね。30代のサラリーマンでセス・ローゲンって人が演じてます、はい、セス・ローゲンって人はね、50-50とかですね、グリーンホーネットに出てくるあのちょっと太ったですね、うん、なんていうか、ちょっとなんか、まあ、全然イケメンじゃない人ですね、うん、でも安心感を与えるようなタイプの、そう、はい、あの結構ボーっとしてる感じの役が多いんですけども、うん、でその彼があの、まあ、奥さんとの間に子供ができたんで、あの頑張って郊外の学生街に、家を買っちゃうんですよ、一戸建ての家を、うん、はいはい、ローンで、うん、で買ってすぐにですね、隣の家に隣の一軒家に、フラタニティっていうのを引っ越してくるんですね。フラタニティ、フラタニティ、フラタニティっていうのはね、アメリカの、まあ、結構いい大学にだけあるんですけども、うん、まあ、寮なんですけども、その寮は一つの家になってるんですよ、うん、で学生たちが自分たちで運営してるんです、で、あのそこに入れるかどうかっていうのは、あの先輩のそこの寮の、まあ、先輩が決めるんですよ、うん、だから入れないかもしれない、そこに入りたいって言っても、あ、でね、映画でアニマルハウスっていう非常に有名な映画があるんですけど、それがフラタニティを描いた映画で一番有名なんですけども、うん、どういうふうにその寮が決まるかというと、例えばすごく金持ちの男の子ばっかり集めてる寮があるわけですよ、うん、ね、要するに金持ち以外は入れないみたいな、うん、あと顔のいいやつしか入れないとか、はい、ね、それは要するに、学生たちが決めるからそういうことはできちゃうわけですよ、うん、ね、エリートしか入れないとかね、勉強できるやつしか入れないとか、うん、落ちこぼれだけで、今度落ちこぼれだけ その、フラタニティができるんですよね、うん、でそれがアニマルハウスっていう映画の舞台だったんですけども、どうしてその顔のいいのとか、あの金持ちばっかり集めるかっていうところもはっきりしてるんですけど、理由は女の子集まるんですよ、そういう子が集まってくるフラタニティには、はい、そう、それパーティーやりますよって言うと、なんとかっていうフラタニティでパーティーやってるわよ、じゃあいい男がいるわとか、あと金持ちがいるわって言って女の子がバーッと集まるんですよ、わっていうような、あのもの文化なんですよ、アメリカ独特の、はい、でそれが引っ越してきちゃうんですよ、その主人公のサラリーマンの夫婦の隣のうちに、うん、ところがフラタニティのやつらってのは何やってるかっていうと、これ僕あのコロラド大学っていうのがあるですね、はい、ボルダって町に住んでたことあるんですけど、何年か、こいつらとんでもないですから、え、そうなんですか、朝から晩までそのパーティーやってますよ、え要するに男の学生ばっかりそこに入ってるわけなんで、もうそこら中ビールの缶だらけですよ、もうポーチの上とかで、近くを通り過ぎるだけでマリファナの匂いに匂ってくるますね、わ、で夜はずっとあのほら、要するにダンス系の音楽のドン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 って音楽がずっと聞こえるわけですよ、はうわ迷惑やだとか、ね、すごい迷惑ですよ、そうネオンとかバンバンつけてるし、でキャーとかウォーとかいう歓声がよく聞こえてて、うわー最悪だ、そう、それで裸の姉ちゃんとかもうるうるしてるわけですよ、おお、それはすげえな、そこは認めるんですか山里さん、いいなーって、ね、言ってますねでも住んだら大変でしょうね、でもそう、でもそこ赤ん坊ができた家の隣にそれが引っ越してきたわけですよ、セスローゲンの、ええ、でこれは困ったと、はい、要するに眠れないわけですよ、うん、うるさくてドン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 ってあのビートが聞こえてくるから、うーとか言ってるわけですよ、一気飲みとかやってて、一気一気とかやってるわけですよ、アメリカの学生いまだに一気やってますからね、日本の学生もうやんないのにね、そうなんですか、そう、でもこれ大変だけど、そこら中ゴミだらけなわけですよ、うん、で、まあ、ゴミが散らかってるわけですね、こっちの、うん、あの庭まで、マナー悪いな、でこっち赤ちゃんいるのにね、うん、で赤ちゃんはなんかゴミいじってるんですよ、うん、赤ちゃん何でも口に入れちゃうからゴミいじってる、うん、ゴミ口に入れてるんですよ、
で、お父さんのセスロゲンが、お、どうした、何、あのゴム風船かなんか拾ったのって言うんですよ。うん、あら、で、赤ちゃんはチュパチュパやってるんだけど、よく見ると、ゴム風船じゃないんですね。うわ、あれだ、うん、使用済みなんですよ、しかも。ふざけんじゃねえって話になるわけですよね。うん、しかもこの隣の学生たちがですね、うん、まあ、エッチなことばっかりしてるわけですけども、うん、あのイケメンが一人いて、そのザック・エフロンっていう、まあ、アイドル系の俳優が演じてるんですけど、うん、はい、モテモテの男がそのリーダーなんですね、フラタリティの、うん、で金儲けをしようってことでですね、うん、自分たちのですね、あれをですね、血なんとかをですね、うん、3D プリンターでコピーしてですね、え、いわゆるディルドーってやつをいっぱい作って売ってるんですよ、道の中で。家の前で。バカだな、本当ですね。どうしようもないな。めちゃくちゃ教育上悪いんですよ、本当に。本当。育児環境、ね、本当に悪い。本当に悪いんですけど。フラタニティよ。で、ちゃんとそのディルドーに自分たちの顔写真につけて売ってるんですけどね。いや、ちょっと。殺到してて、まあ、男も女も飼ってたりするんですけど、まあ、それはいいんですが、うん、よくないか。よくないでしょ。よくないですね、はい。で、まあ、とにかくこいつら追い出したいってことでもって、まあ、やるんですけど、地元のその大学はですね、あと2回新聞沙汰を起こしたら、そのフラタニティを潰すからっていうだけで、全然手をつけてくれないんですよ。なるほど。で、なんとかその2回の新聞沙汰を起こさせようとするって話なんですよね。面白い。コメディですか、はい、コメディです。もちろん聞いてるのは分かる通りコメディです。もうコメディですね、うん、はい、そういう話なんですけど、うん、どうしてこれがね、いや、そうですよ、さっきのあの殺人事件に関係あります、ね、そうと思うでしょ、うん、あのその式にね、その犯人がその書いてるんですけど、彼は大学に入ったんだけど、うん、その大学に入ったらセックスとか、うん、まあ、楽しいことばっかりだと思ってたと。はあ、華やかなキャンパスライフが、フラタニティみたいな生活が待ってると思ってたと。待ってると思ったんですよ、彼は。はあ、いや、でも漏れなくついてくるもんじゃないからね。そう、風俗じゃないんだから大学は。そんな、ね、だから何もないって怒ってるんですよ。で、何もないからみんな殺しにしてやるって言って、実際にその、UC サンタバーバラの学生を殺してるんですよ、6人も。で、っていう風にその新聞で言っちゃってるわけですよね。そう、だから新聞のその、まあ、あのアンホーナディって人は、それはこのネイバーズのような映画が、うん、そのフラタニティの大学生活をその楽しいセックスと、要するにパーティーばっかりのものとして描いてるから、うん、それで実際に入ってみたら違うってことでもって、これはおかしい、不当だと怒る人が出てくるんだっていうに書いたんです。それはひどいな、今フレームもここまで来ますかっていう、ね、へ、でしょ、うん、でしかももう一つ書いてるのは、そのこういった、まあ、コメディ映画では、その主人公がこのセスローゲンのようなですね、まあ、イケてない、うん、ブサイクな人が、うん、あの最終的には可愛い女の子とハッピーエンドになるっていうのは多すぎると、うん、だから俺みたいのでもいけるはずだと思っちゃって、がっかりする人たちが いっぱいいるだろうって書いてるんですね、そのワシントンポスト、アンホナディって人は。そんなそれはねえ、ないない、そんな僕らみたいな人間はそれ見て別にね、うん、絶対いつかこうなると、映画から思ったことないけどな。そんなこと言うと古今東西の物語ほぼめちゃくちゃになっちゃうよね、と成立しなくなるじゃないですか。そうなんですよ、だからね、こう何でも映画の影響とかゲームの影響とかいうのは本当考えもんでね。そうなんだよ、困ったもんなんですけどね。そうだってね、こんなだってさ、バカ面白い感じのコメディが、ね、うん、事件性あるって言われちゃったら、もう笑いも作れなくなってきちゃいますもんね。何もできなくなっちゃうんでね、困ったもんね。ただアメリカはこういう事件が起こった時に一体何が原因だろうってみんな一生懸命今考えてる最中なんですよ。で、まあ、そのゲームとかそういうのが、暴力的なゲームが悪いって言ってる人もいるし、うん、その要するに 金があればなんとかできるっていうふうに思わせられてるのも悪いんだという話もあって、うん、彼とか自家用ジェット機に乗ったりしたこともあったりね、そうすごく甘やかされておかしくなったんじゃないかっていう説もあるんですよね、うんうん、であとやっぱり銃があったのがまずいだろうと、うん、で彼みたいなのは簡単に銃を買える状況が悪いだろうと、うん、いうふうにまあいろいろ言われてるんですけども、ただこれはね、あまりにもその現代だから起こった事件ではないんですよね。タクシードライバーって映画があるんですよ、はい、
でそれはそのあのタクシーの運転手であるロバート・デ・ニーロが若い頃ですけども、うん、もう全然女の子と付き合えなくて、で、まあ、振られておかしくなってですね、銃持って暴れるって話なんですけども、はい、これは実際にあった事件が元になってるんですよね。でやっぱりその、まあ、いい年になっても童貞だった男がいて、その人があのウォーレスっていうですね、大統領候補を銃撃した事件があったんですよ、アメリカで。でその人が日記を書いていて、それ出版もされてるんですけども、その日記の内容がもういかに自分がモテないかってことはずっと書いてあるんですよ。昔からじゃあこういうことあったんだ。そうなんです。でね、あんまりにも寂しくて女の子に縁がないから、風俗に行くことを決心して風俗に行くっていうことが書いたんですよ、それ。で行ったら本番がなくてですね、それでも銃撃事件を起こしてしまったんです。もしあったら分かんなかったんですけど。いや、めちゃくちゃ。その人今でも刑務所に入ってますけどね。そうですか。そういう事件があったりして、あとやっぱり銃がなければそういうことはなけ、ないのかっていうと、それも違うんですよね。実はあの秋葉原であった通り魔事件 の、はい、あの犯人と非常によく似てますよ、今回の事件の。犯人はお金がない、見た目が悪いから孤独なんだと、いうふうに思ってて、でもアメリカの側の犯人は銃があったからたくさん、まあ、人を殺しましたけども、でも銃がなければ車で突っ込めばいいんで、銃だけの問題じゃないんですよね。そうですね。これはね、すごい怖いことで、日本では昔ですね、大昔なんですけども、あの津山30人殺しっていう事件があったんですよ。はいはい。それはまあ、30人殺したんですね、一人でね。まあ、それは銃使いましたけどね。同じ村のね。そう、あれも女性に相手にされないってことが、そうでした、まあ、本人が原因であるというふうに書いてるんですよね。いろんなコンプレックスがね、混ざり合って常に孤独だったっていう。だからこれはやっぱり現代だから起こったことでもなければ、銃社会だから起こったことでもないんで、もう銃がなければ他のものを使うし、すごい怖いね、孤独の問題で、男というものが抱えてるものすごいコンプレックスと孤独感っていうことが原因じゃないかと。そうですね。で今すごく論じられてるのは、アメリカで今、男性の権利運動っていうのは起こってて、これね、自分全然女性に縁のない男性たちがですね、これは女性の権利が優遇されすぎてて、私たちのような男が孤独なんだっていう運動を起こしてるんですよ。なるほど。これは極めて危険な運動で、本当ですね。でこの実際のこの事件を起こした犯人は、どうも そういったウェブサイトに影響されたらしいんですね。ほう。非常に同じような文章があの手記の中に見られるんで、あのそういった運動に影響されて女性を憎むようになったんじゃないかって言われてるんですよ。でも根本的に全部人のせいにしてますもんね。そうなんですよ、この人は。そうなっちゃうともうどうしようもないな。そうだからね、せめてね、その、一緒のルームメイトだったその殺した3人 その非常にその、まあ、女の子に縁のない、友達と仲良くなってればね、この事件救いはあったんですけどね。そうですね。そうで、このネイバースって映画は実は見ると全然そういうチャラチャラした映画じゃないんですよ。あ、そうなんですね。最後の方はちゃんと彼らが、自分たちがやってたこととかを意味が分かっての、それをから成長していくって話になってるんです。この隣人トラブルが、そうだからね、 この映画を批判したね、このあのワシントンポストの人多分見てない。なるほど。このフラタリティって人たちの存在だけのところを切り取って、そうだ、見るとね、あーっていう、まあ、最後になってるんでね、まあ、ぜひ見ていただきたい。日本では、あの、まあ、公開する予定あります。いつか決まってません。はい、そうですか。お、はい。まあ、とにかく、とんでもないですよ。もう対決するとことか、さっき言ったディルドってありましたよね。はい。あの、あれ、ヌンチャクにして戦ったりしますから、もうめちゃくちゃですけどね。超バカ映画なんですね。はい、超バカ映画ですから。あ、いいですね、もう。腹抱えて笑いながら見る。はい。でも、声明文が140ページ近い声明文が残ってて、それが、まあ、あの読めるんですけど、ネットで読むともうむちゃくちゃ書いてあって、その要するに自分が持てないのは金がないからだと、でも彼 BMW で突っ込んでるんですよ。
なんかいいとこの子なんですよね、結構。いいとこの子なんですよ。あのハンガーゲームっていう大ヒットした映画の助監督がお父さんなんですよね。はい、で BMW 乗ってて、そのあのサングラスかけてるサングラスがまたアルマーニだったりするんですよ。でそれを自慢してたりするんですけど、でもお金が足りないと。でなんか離婚してお母さんに引き取られてるんですけど、その自分がモテないのはお金がないからだと、 BMW で乗ってるくせにね。で、あのうちのお袋は金持ちと再婚しなかったと、なんて自分勝手なんだって言ってるんですよ。いや、自分棚にあげて、どっちが自分勝手やねんっていうね。ですね。でただね、彼写真見るとそんなにそのブサイクじゃないんですよね、見ると。手元になりますけどね、全然悪くないんですよ、だからなんかやっぱりこじらせたんですね、顔見た目とあんま関係ないんだけど、分かんなくなっちゃったんだと思うんですけどね。いやでもそのね、動機の言っている内容がですよ、性根が悪すぎるな。そうなのよ、すごいでしょ。それがモテない理由なんですけどね。ただね、まあ、声明文読むといろいろ悲しいとこもあって、そのいじめられたらしいんですよ、体がちっちゃくて。なるほど。15歳の時に、はい、で自分をいじめてた、そのなんていうか、まあ、スポーツマンみたいな、要するに喧嘩が強くて体のいいやつがモテてると、で女の子たちはその彼がいじめをしてるのに全然平気でその男の子たちと付き合ってると。あ、なるほど、なるほど。だそれを見て、そのあ、女ってのはこういうもんだって言って、それから女を憎むようになったって書いてるんですよ。それはね、女の子も悪いですけどね、まあ、だそういうことないですけど、同情する余地があるのかもしれないけど、はい、これでもやった、犯行内容が ね、 でかすぎるからね。犯行内容はデタラメで、しかもその一番最初に3人 の、はい、あの中国系の学生を殺してるんですけども、その子たちは真面目なオタクのコンピューター学生で、彼女とかいないタイプなんですよ。であんまり見た目も良くなくて、そういう人たちを憎んでるんですね。また憎んでるんじゃなくて軽蔑してるんですよ、この犯人は。こんなブッサイクでモテないキモメンたちと一緒のにされるのは嫌だって、こいつらから殺すって書いて言ってるんですよ。めちゃくちゃ尻滅裂ですね。だそいつらと友達になればいいのにね、うん、それもできないんですよ、そういうやつは。オタクは嫌いなんですね。なるほど。彼はオタクは嫌いだって言ってるんですよ、はあ、勝手な。だからどんどん個人なんていうか、もう孤独になっちゃいますよね、共闘できないから。だからまあすごく悲惨だったんですけど、ただこの事件に関してワシントンポストっていう、まあ、あのニューヨークタイムのアン・ホーナディって人は、それはこのネイバーズのような映画が、そのフラタニティの大学生活を、その楽しいセックスと、要するにパーティーばっかりのものとして描いてるから、それで実際に入ってみたら違うってことでもって、これはおかしい、不当だと怒る人が出てくるんだっていうに書いたんです。それはひどいな、今フレームもここまで来ますかっていう、でしょ、でしかももう一つ書いてるのは、そのこういった、まあ、コメディ映画では、その主人公がこのセスローゲンのようなですね、まあ、イケてない、ブサイクな人が、最終的には可愛い女の子とハッピーエンドになるっていうのは多すぎると。だから俺みたいのでもいけるはずだと思っちゃって、がっかりする人たちがいっぱいいるだろうって書いてるんですね、そのワシントンポストアンホナディって人は。そんなそれはねえ、ないない、そんな僕らみたいな人間はそれ見て別にね、絶対いつかこうなると、映画から思ったことないけどな。そんなこと言うと古今東西の物語ほぼめちゃくちゃになっちゃうよね、と成立しなくなるじゃないですか。そうなんですよ。だからね、こう何でも映画の影響とかゲームの影響とかいうのは本当考えもんでね。そうなんだよな。困ったもんなんですけどね。そうだってね、こんなだってさ、バカ面白い感じのコメディが、ね、事件性あるって言われちゃったら、もう笑いも作れなくなってきちゃいますもんね。何もできなくなっちゃうんでね、困ったもんね。ただアメリカはこういう事件が起こった時に一体何が原因だろうってみんな一生懸命今考えてる最中なんですよ。で、まあそのゲームとかそういうのが暴力的なゲームが悪いって言ってる人もいるし、その、要するに 金があればなんとかできるっていうふうに思わせられてるのも悪いんだという話もあって、彼とか自家用ジェット機に乗ったりしたこともあったりね、そうすごく甘やかされておかしくなったんじゃないかっていう説もあるんですよね。で、あとやっぱり銃があったのがまずいだろうと。で、彼みたいなのは簡単に銃を買える状況が悪いだろうと、いうふうにいろいろ言われてるんですけども、ただ
これはね、あまりにもその現代だから起こった事件ではないんですよね。タクシードライバーって映画があるんですよ。はい、でそれはそのあのタクシーの運転手であるロバート・デ・ニーロが若い頃ですけども、うん、はい、もう全然女の子と付き合えなくて、で、まあ、振られておかしくなってですね、銃持って暴れるって話なんですけども、はい、これは実際にあった事件が元になってるんですよね。でやっぱりその、まあ、いい年になっても童貞だった男がいて、その人があのウォーレスっていうですね、大統領候補を銃撃した事件があったんですよ、アメリカで。でその人が日記を書いていて、それ出版もされてるんですけど、AKB の女の子はノコギリで襲われた事件がありましたけど、はいはい、誰でもよかったみたいな、それで、まあはい、まあ、やった人が結構悲惨 なんていうか青春を送ってたみたいですけど、うん、アメリカでもそれとほとんど同じ、1日前か2日前なんですよ、起こったのが。だからすごいね、あの近いんでびっくりしましたけど、はい、カリフォルニア の, あのサンタバーバラっていう、まあ、大学がある町でですね、車を飛ばしながら、まあ、学生が集まってるところに突っ込んでって、銃を、まあ、乱射してですね、一人の男が、まあ、23歳、22歳か3歳の男の子なんですけども、で13人怪我させて6人殺してですね、で警官と、まあ、打ち合いになって、車の中で自殺したんですけどもね、うん、でその彼犯人はエリオット・ロジャーっていう、まあ、22歳の、まあ、その地元のですね、まあ、コミュニティカレッジっていう誰でも入れる短大があって、そこの学生だったんですけども、うん、で殺された子はみんなそこの結構いい学校の、UC サンタバーバラの学生たちなんですよ、うん、でやった理由に関してですね、もう要するにはっきりとあの声明文が残ってるんですね、はい、今僕は22歳だけども、童貞であると、うん、でキスすらしたことがないと、うん、でもう自分たちを 自分を拒絶してきた女を憎んでると、うん、だから罰してやると、処罰してやるって言ってるんですよ。勝手なこと、ちょっとあまりの理由に言葉がなくなりますね。でも声明文が140ページ近い声明文が残ってて、それが、まあ、あの読めるんですけど、ネットで読むともうむちゃくちゃ書いてあって、その要するに自分が持てないのは金がないからだと、でも彼 BMW で突っ込んでるんですよ。なんか いいとこの子なんですよね、結構いいとこの子なんですよ。あのハンガーゲームっていう大ヒットした映画の助監督がお父さんなんですよね、はい、で BMW 乗ってて、そのあのサングラスかけてるサングラスがまたアルマーニだったりするんですよ、でそれを自慢してたりするんですけど、でもお金が足りないと、でなんか離婚してお母さんに引き取られてるんですけど、その自分が持てないのはお金がないからだと、 BMW 乗ってるくせにね、で、あのうちのお袋は金持ちと再婚しなかったと、なんて自分勝手なんだって言ってるんですよ。いや、自分、自分棚にあげて、どっちが自分勝手やねんっていうね。ですね。でただね、彼写真見るとそんなにそのブサイクじゃないんですよね、見ると。手元にありますけどね、全然悪くないんですよ、だからなんかやっぱりこじらせたんですね、顔見た目とあんまり関係ないんだけど、分かんなくなっちゃったんだと思うんですけどね。いやでもそのね、動機の、今僕は22歳だけども、童貞であると、でキスすらしたことがないと、でもう自分たちを 自分を拒絶してきた女を憎んでると、だから罰してやると、処罰してやるって言ってるんですよ。勝手なこと、ちょっとあまりの理由に言葉がなくなりますね。でも声明文が140ページ近い声明文が残ってて、それが、まあ、あの読めるんですけど、ネットで読むともうむちゃくちゃ書いてあって、その要するに自分が持てないのは金がないからだと、でも彼 BMW で突っ込んでるんですよ。なんか いいとこの子なんですよね、結構いいとこの子なんですよ。あのハンガーゲームっていう大ヒットした映画の助監督がお父さんなんですよね、で BMW 乗ってて、そのあのサングラスかけてるサングラスがまたアルマーニだったりするんですよ、でそれを自慢してたりするんですけど、でもお金が足りないと、でなんか離婚してお母さんに引き取られてるんですけど、その自分が持てないのはお金がないからだと、 BMW 乗ってるくせにね、であのうちのお袋は金持ちと再婚しなかったと、
なんて自分勝手なんだって言ってるんですよ。いや、自分棚にあげて、どっちが自分勝手やねんっていうね。本当ですね。でただね、彼写真見るとそんなにそのブサイクじゃないんですよね。見ると手元にありますけどね、全然悪くないんですよ、うん、だからなんかやっぱりこじらせたんですね、うん、顔見た目とあんまり関係ないんだけど分かんなくなっちゃったんだと思うんですけどね。いやでもそのね、動機の言っている内容がですよ、うん、性根が悪すぎるな。そうなのよ、うん、すごいでしょ。それがモテない理由なんですけどね、うん、ただね、まあ、声明文読むといろいろ悲しいとこもあって、そのいじめられたらしいんですよ、体がちっちゃくて。なるほど。15歳の時に、はい、で自分をいじめてたそのなんていうか、まあ、スポーツマンみたいな、要するに喧嘩が強くて体のいいやつがモテてると、うん、で女の子たちはその彼がいじめをしてるのに全然平気でその男の子たちと付き合ってると。あ、なるほど、なるほど。うん、それを見てそのあ女ってのはこういうもんだって言って、それから女を憎むようになったっていうふうに書いてるんですよ。うん、それはね、女の子も悪いですけどね。まあ、そういうことないですけど、同情する余地があるのかもしれないけど、はい、これでもやった犯行内容が でかすぎるからね。犯行内容はデタラメで、しかもその一番最初に3人 の、はい、あの中国系の学生を殺してるんですけども、うん、その子たちは真面目なオタクのコンピューター学生で、彼女とかいないタイプなんですよ。であんまり見た目も良くなくて、したら そういう人たちを憎んでるんですね。またあ憎んでるんじゃなくて軽蔑してるんですよ、この犯人は。こんなブッサイクでモテないキモメンたちと一緒のにされると。だから新聞 の、 その、まあ、あのアン・ホーナディって人は、それはこのネイバーズのような映画が、うん、そのフラタニティの大学生活をその楽しいセックスと、要するにパーティーばっかりのものとして描いてるから、うん、それで実際に入ってみたら違うってことでもって、これはおかしい、不当だと怒る人が出てくるんだっていうに書いたんです。それはひどいな、今フレームもここまで来ますかっていう、でしょ、うん、でしかももう一つ書いてるのは、そのこういった、まあ、コメディ映画では、その主人公がこのセスローゲンのようなですね、まあ、イケてない、うん、ブサイクな人が、うん、最終的には可愛い女の子とハッピーエンドになるっていうのは多すぎると、うん、だから俺みたいのでもいけるはずだと思っちゃってがっかりする人たちが いっぱいいるだろうって書いてるんですね、そのワシントンポスト、アンホナディって人は。そんなそれはねえ、ないない、そんな僕らみたいな人間はそれ見て別にね、うん、絶対いつかこうなるって、映画から思ったことないけどな。そんなこと言うと古今東西の物語ほぼめちゃくちゃになっちゃうよね。本当成立しなくなるじゃないですか。そうなんですよ。だからね、こう何でも映画の影響とかゲームの影響とかいうのは本当考えもんでね。そうなんだよ。困ったもんなんですけどね。そうだってね、こんなだってさ、バカ面白い感じのコメディが、ね、事件性あるって言われちゃったら、もう笑いも作れなくなってきちゃいますもんね。何もできなくなっちゃうんでね、困ったもんね。ただアメリカはこういう事件が起こった時に一体何が原因だろうってみんな一生懸命今考えてる最中なんですよ。で、まあ、そのゲームとかそういうのが暴力的なゲームが悪いって言ってる人もいるし、その要するに 金があればなんとかできるっていうふうに思わせられてるのも悪いんだという話もあって、彼とか自家用ジェット機に乗ったりしたこともあったりね、そうすごく甘やかされておかしくなったんじゃないかっていう説もあるんですよね。で、あとやっぱり銃があったのがまずいだろうと。で、彼みたいなのは簡単に銃を買える状況が悪いだろうというふうに、まあいろいろ言われてるんですけども、ただこれはね、あまりにもその現代だから起こった事件ではないんですよね。タクシードライバーって映画があるんですよ。はい、でそれはそのタクシーの運転手であるロバート・デ・ニーロが若い頃ですけども、はい、もう全然女の子と付き合えなくて、で、まあ、振られておかしくなってですね、銃持って暴れるって話なんですけども、はい、これは実際にあった事件が元になってるんですよね。へー、でやっぱりその、まあ、いい年になっても童貞だった男がいて、その人があのウォーレスっていうですね、大統領候補を銃撃した事件があったんですよ、アメリカで。でその人が日